9月3日に有明アリーナで行われたスーパーバンタム級4団体統一戦。日本が世界に誇るモンスター井上直也と元 IBF 王者 TJ ドヘニーの一戦は7ラウンド16秒腰を痛めたドヘニーのまさかの危険によって幕を閉じた。この試合をリングサイドで撮影した世界的カメラマンは両者の攻防から何を感じ取ったのか。 全米ボクシング記者協会の最優秀写真賞を4度受賞し、パンチを予見する男、と称される福田直樹氏が、井上直也を追い続けたドヘニーの心が折れた瞬間を振り返る。衝撃写真、もう、無理だ、井上直也のエブイボディで、ドヘニーの心が折れた決定的瞬間。ドヘニーの顔が歪んでる。 世界的カメラマンが撮影した強烈リングサイド写真を一気に見る、全23枚。実は5年前から、井上直也を熱望していたドヘニー。ドヘニー選手については試合前からいくつか印象的なエピソードがあって、その一つが5月の東京ドームの前日計量です。あの日、 彼はルイスネリが軽量をパスできなかった場合に井上選手と対戦するリザーバーとして控えていましたよね。ただ、ネリが軽量をクリアしたことで井上選手との対戦がなくなって、ものすごく機嫌が悪かった。予定していたスタジオ撮影も5分の1くらいの時間で切り上げてしまって。その時に撮った写真が今回の試合のポスターに使われましたが、あのシカメっツラは作ったものではなく、 リアルな怒りの表情、だったんです。それでも、いざ翌日の試合で TKO 勝ちすると嘘みたいに機嫌が良くなって、笑。試合後にこちらに寄ってきてグータッチまでしてくれました。おそらく試合前後の感情の起伏が激しいタイプで、すごく面白いキャラクターだなと感じましたね。それに、本気で、井上直也と戦いたい、という気持ちを持っていた。 2019年5月、WBSS の準決勝で井上選手がグラスゴーのリングに立った時、エマヌエル・ロドリゲス戦、実はドヘニー選手もリングサイド席にいて、井上選手の入場をスマートフォンのカメラで撮影していました。8月24日の公開練習の際に、本人があの時から井上直也を意識し始めたと話していました。そこから5年かけて試合が実現したわけですから、 生半可な思いではなかったはずだと想像できます。公開練習もシャドウだけでかなりの迫力がありました。特に左アッパーがものすごく良かった。本番ではなかなか出せませんでしたが、撮影していて怖いパンチだなと感じましたね。体格的なアドバンテージもありますし、個人的にはドヘニーは前に出ていくんじゃないかと予想していました。 打ち合い覚悟で前に出ながらジャフェスリー・ラミド戦、2023年10月のように左の一発を狙うイメージですね。中島一騎戦、2023年6月、でもうなり声を上げてパンチを打っていましたが、ドヘニー選手は前半の出力がすごい。井上選手がそれをどう裁いていくのか、というイメージで撮影に臨みました。